通るということで手を振る。どっち向いて挨拶していいのか非常に困ったところでございますが、いよいよ投票日まで28日間になりました。まあ、私も本当に毎日胸が張り裂けるような思いでございますが、今日は朝から私の曽祖父の出だと、本当に地元の中の地元の祖母の皆さんにこれだけ大勢朝からお集まりいただきました。心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。昨日は市場幹事長にもこの高松に入っていただきまして、三越前で街頭演説をさせていただきました。皆様方には本当に大勢参加をいただきまして本当にありがとうございます。もういよいよ本番に入ります。この選挙戦は短いですけれども、この中身を充実させて一人でも多くの方々に自由民主党の政策を知っていただき、そして理解をしていただき、そして納得していただいて応援をしていただきたいと思います。今度は本当に風の選挙をやってはダメだと思います。ふわふわした風でそのいろいろなその思いが交錯する中で、なんとなく気分で入れた一票というものは後でとんでもないその高いものについてしまうというふうに多くの方々が思われていると思います。私もまさにそうだと思います。3年2ヶ月前の民主党のマニフェストはまさに皆様方にとっては絵に描いた餅であったことがもう明らかになりました。我々は実現可能な政策を皆様方お一人お一人に納得してもらう、それをちゃんと丁寧にやらなければなりません。今度こそ本当に丁寧な選挙をやらないと、私は本当に荒っぽい選挙やイメージだけの選挙は絶対やってはならんと思います。その意味でこれから残された28日間地域を歩き、地域の皆様方と一緒になって政策を訴えさせていただきたいと思っております。皆さんできれば何人かは車に手を振っていただいた方が、私は喋ることと手を振ること両方一度なかなか難しいものでよろしくお願いを申し上げます。今やらなければならないことはいくつかありますが、その再生最優先はどうしても景気対策になると思います。これはどの国もそうですが、経済がおかしくなると全ての問題が表に出てきてしまいます。ある程度経済の成長があって初めて社会保障や外交や雇用の問題、全てがその問題が小さくなっていくわけであります。そう考えますと、まさに今の置かれている現状は経済を立て直すことを最優先にしなければなりません。これは皆さん、民主党政権というのは実は予算は8兆円、我々の頃から比べると8兆円も増えているんです。これだけ8兆円も増やして、それはお年寄りが増えた高齢化だというふうに言われると思いますが、それはたかだか3兆円でしかない。この5兆円膨らんだ予算というのは俗に言うばらまき政策に消えてきてしまいました。これだけ予算を増やしていながらどうしてこれだけ経済が悪いのか、そのことを考えなければなりません。民主党の政治家がよく言うのは、自民党が借金を増やし続けた、それを我々は何とかしようとしてやったと、というふうに民主党は言います。しかしながら皆さんよく考えてください。税収がですよ、この税収よりも赤字国債が多いというのは民主党政権は毎年なんですよ。毎年3年連続で税収より赤字国債が多いんです。自由民主党の政権もしくは明治以降の全ての政権で税収よりも赤字国債が多かったのは2回しかないんですよ。そのことを民主党はどう考えているかな。2回というのは明治10年と昭和20年、この2回だけです。それ以外は税収よりも赤字国債が多いなということはありえなかった。ところが民主党政権になっては3年連続ですよ。それも彼らはへっちゃらな顔でやる、そういう神経が我々には本当に信じられない。経
経済を良くするためにちゃんとお金を使うというよりも、彼らは部分的な得票をする、そのためにお金をばらまくというようなことを続けてしまいました。これでは公正で公平なこの社会というものは歪められてしまいますし、皆様方が気になさっているこの生活保護が3割も増えてしまったという理由、このことは皆さん民生委員の方もおられると思うからよくわかると思いますが、民主党政権になって生活保護はどういう方針に変わったか。課長通達が出ました。すぐに認定をしなさい、急ぎなさい、そしてすぐ給付をしなさいというふうに国が地方自治体に命令を出しました。そのことによってできるだけ認定を急いで給付を急いだもんで、これで3割バッとあっという間に膨れ上がってしまった。これは明らかに間違ったやり方です。それこそ公平公正でなければならないわけですから、本当にお一人お一人の立場をちゃんと調査をして、その上でそれぞれの方々に合った支援策を作らなければならない。就労支援であったり、またいろいろな形で病気を持たれている方に対してはその手当もしていかなきゃいけない。それが本来のセーフティーネットで、単にお金をばらまくことがセーフティーネットではなかった。そうやって膨れ上がった予算がはっきり言って今の民主党政権の予算ですから、それをやり直さなければならないという意味では、ギリギリのタイミングの今回は解散になりました。16日に選挙になれば、我々は来年の予算、果たしていただければ来年の予算編成を我々の責任でやることができます。このまさにこの景気の足元が非常に厳しい中、これから補正予算や景気対策というものの中身も我々が責任を持って進めることができます。それでも今非常に厳しい状況であることは間違いありません。もう一つ言えることは、この民主党政権